最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ザルカバ頑張れるか。カタノラモーヌ差を広げる。2番手はザルカバ。カタノラモーヌ今ゴールイン。段違いの強さです。カタノラモーヌ1着、2着はカタノエンゼル。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノラモーヌ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハーバージュピター、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくハーバージュピター行きました。続いて前へ行くのはキングズドラマ、さらにはノースランサー、4番サンライズが行こう。その後ろ後方に控えたのがタタノシデン。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。もう一度先頭から。先手を取ったのはチックスメール、ハーバージュピター、すぐ後ろ赤の帽子サンライズが行こう。その後ろ、その外からキングズドラマ。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。チックスメール先手を取りました。さらにはサンライズが行こう。その外にベストジャスミン、並んで5番サンシャインキャンドル、ハーバージュピター、この馬もこのグループ。その外からキングズドラマ、並んで10番タレントブレイブ、その外からカナディアンキネマ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはチックスメール、これに続くのがサンライズが行こう、黒の帽子ハーバージュピター、その後ろ、その隣にベストジャスミン、その横にキングズドラマ、タレントブレイブ、この馬もこのグループ。その外にカナディアンキネマ、並んで1番メイクファルコン、その外にノースランサー、その隣にドクターディーノ、その横にギャラントフローリック、ジューンカルテット、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてチックスメール、キングズドラマ、ほとんど差がありません。サンシャインキャンドル3番手、大外から黄色の帽子タタノシデン伸びてきた。先頭はキングズドラマ、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 キングズドラマ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ノースランサー差し切った。先頭はノースランサー、1着でゴール。ノースランサー1着、2着はキングズドラマ、勝ったのはノースランサー、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ランブリングマスター、これはいいスタートを切りました。チャペルプリディ、この馬も好スタートを切りました。タタノアワジ、前に行きそうです。グロリアでカンペオン、それに続いています。さらにはランブリングマスター、12番ジューンビブラス、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはタタノアワジ、グロリアでカンペオン、すぐ後ろ。その隣にランブリングマスター、並んで13番ハイラスクライシス、緑の帽子ジューンビブラス、その後ろ。すぐ隣にフジヤマキス、その外にセイタフネス、白の帽子オールランド、その後ろ。すぐ隣にカタノドライバー、ジェイゴスカーレット、そのうちに続いています。その後ろにザプログレス、その隣にシャープワース、その横にブルーミングハウス、しんがりからクロスゲーム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。16番チャペルプリディ、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ヘルスエクスプレス、先手を取りました。その横にチャペルプリディ、すぐ後ろにランブリングマスター、先頭は依然としてヘルスエクスプレス、チャペルプリディ、ほとんど差がありません。ランブリングマスター3番手、カタノアワジ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はファイラスクライシス、ファイラスクライシス、先頭カタノドライバー、差し切った。カタノドライバー、カタノドライバー、1着、2着にはどうやらカタノアワジ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノドライバー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったカタノサクラノミリア、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はキャプテンカーソン、カタノサクラノミリア、差を広げる。2番手はマツリダワレツ、カタノサクラノミリア、今ゴールイン、段違いの強さです。カタノサクラノミリア1着、2着はステイコンダクト、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはカタノサクラノミリア。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はアジディミツ王、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 アジディミツ王先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はカカノジュニア、アジディミツ王1着、アジディミツ王完勝、アジディミツ王1着、2着はカカノジュニア、見事に中央の強豪を退けました。アジディミツ王、この馬は強い。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はラベリータ、ラベリータ先頭、あと 200m、 ラベリータ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。日高ロンリー迫る、やはり強い。ラベリータ、先頭はラベリータ、1着でゴールイン。ラベリータ、1着、2着は微妙です。一番人気に応えました、ラベリータ、見事です。
に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立った。エイシンデピティ、エイシンデピティ先頭、2番手はエイシンデピティ、エイシンデピティ。さあ手応えはどうか。残り 200m、 先頭はベルタブルース。残り 100m、 ベルタブルース先頭、ディープスカイ、ベルタブルース追いすがります。ディープスカイ、ディープスカイ1着、2着にはどうやらベルタブルース。これがダービー馬だ。ディープスカイ、
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はフリオーソ、フリオーソさらに突き放します。2番手はカカノアワジ、フリオーソ1着、フリオーソ1着、2着はカカノアワジ。これが G1 馬だ、フリオーソ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は西のゼウス。あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 西のゼウス先頭。2番手はブレイクランアウト、西のゼウス1着、西のゼウス完勝、西のゼウス1着、2着はブレイクランアウト。これは物が違う、西のゼウス。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は七夕松岡、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は大鳥マスター、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 七夕松岡先頭だ。七夕松岡先頭、大鳥マスターかわす。2番手は七夕松岡先頭は大鳥マスター、1着でゴール。大鳥マスター1着、2着は七夕松岡。これは桁外れの強さだ、大鳥マスター。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠の東証シロッコ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、祭りがゴッホ。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通り祭りだゴッホ、さらにはブラックシェル、2番シクスティーズアイコン、その後ろ桜オリオン、後ろからになりそうです。では前の方から祭りだゴッホ先手を取りました。その外にコスモバルク、その外からデルタブルース、好位置をキープしています。名称サムソン、その隣にシクスティーズアイコン、並んで6番ブラックシェル、エアシェイディ、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の名称サムソン中段につけています。もう一度先頭から見ていきましょう。デルタブルース先手を取りました。その横にコスモバルク、すぐ後ろに祭りだゴッホ、
これに続くのがシックスティーズアイコン。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からデルタブルース先手を取りました。並んで17番コスモバルク、ブラックシェルすぐ後ろ、内からはマツリダゴッホ、さらにはシックスティーズアイコン、その外に浅草キングス、さらにはエアシェイディ、並んで3番ワンモアチャッター。各馬大欅を通過。この辺りで先頭が変わりました。浅草キングスさらにリードを広げます。祭りだゴッホほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。浅草キングス先頭、差はほとんどない。2番手は浅草キングスいっぱいになった。最後の追い比べ、先頭は祭りだゴッホ、残り 200m、 先頭は祭りだゴッホ、名将サムソン、まだ後ろ、ちょっと厳しい。デルタブルース追いすがります。祭りだゴッホ1着、2着にはどうやらデルタブルース。鞍上お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは祭りだゴッホ。直線に入りました。これからの勝負、先頭は鹿屋桜、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 鹿屋桜先頭、シンボリグラム迫る、ガノンゴーゴー伸びない、鹿屋桜1着、2着にはどうやらハートオブクイーン、見事に勝ちました。鹿屋桜ガノンゴーゴー完敗です。着外に沈みました。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったオレンジフローラ、キャプテンイージー先頭、あと 200m、 キャプテンイージー先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。スキップウエスト追いすがります。キャプテンイージー先頭だ。キャプテンイージー、キャプテンイージー一着、2着にはどうやらスキップウエスト、勝ったのはキャプテンイージー、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。残り 100m、 カバーを一気にちきります。2番手はイルドルージュ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。バーミリアン1着、2着はイルドルージュ、これが G1 馬だ。バーミリアン、先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の東海リコール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはアリスフューチャー、サンカルド、この馬も好スタートを切りました。東海リコール前に行きそうです。パリスフューチャー、これに続きます。その隣にアイキクラウン、肩の神や好位をキープ、内からはパーシャンウルフ、レッドスパーダ、そのうちに続いています。内からはベストメンバー、オレンジの帽子アンライバルド、その後ろ内からはマイネルブレイド、並んで9番サンカルド、その外にエアプリテンダー、ブロードファクト、そのうちに続いています。並んで7番アプレザンレーブ、カフェアポロすぐ後ろ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前は東海リコール、パリスフューチャー、ほとんど差がありません。11番肩の神や差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は肩の神や、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はアンライバルド、あと 200m、 肩の神や先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。一気にアンライバルド、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 1着、2着にはどうやら肩の神や、鞍上してやったり。 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはアンライバルド。
します。